でもファンデーションを使ってたなら。そう、手の甲にタトゥーがないから戦場ムクロじゃないとは言い切れなかったのよ。だから苗木君を襲撃した人物を特定する際、あなたがその穴に気づかなくて助かったわ。残念だったわね、モノクモ。今さら認めないと言っても遅いわよ。じゃあマジで全部最初から仕組まれてたんか。それにしてもなかなか手の込んだ計画だ。戦場ムクロに江ノ島純子のふりをさせていたとは。そこまで手の込んだ計画が可能だったのはその二人が組んでいたからこそなのよ。超高校級の絶望である戦場ムクロ、そんな彼女と組んでたってことは、つまり江ノ島純子も超高校級の絶望の一人だと考えられるはずだよ。どうしたの？反論する気力もなくなった？ビビってるだけだよ。ビビる？ビビるって何？怯えや恐怖、それは希望があるからこそ抱く感情。絶望しかない僕には無縁な感情だよ。それならなぜ黙っている？だってさ、バカバカしいんだもん。僕の正体が江ノ島純子だなんて、うぷぷ、そんなわけないじゃん。だったらお前はどうして本物の江ノ島純子の素性を隠そうとしたんだ？僕が江ノ島さんの素性を隠そうとした？いつそんなことしたっていうのさ。学園長との面談を録画した DVD、 僕が視聴覚室であれを見てた時、あの時お前はわざと DVD を見れなくしたんだ。その理由は、そこに映ってる本物の江ノ島純子の姿を僕に見られたくなかったからだ。そうか、みんなが映ってる DVD なら江ノ島っちだって映ってるはずだべ。そこで苗木が本物の江ノ島ちゃんを見ちゃったら、私たちが最初に会った江ノ島ちゃんが偽物だってバレちゃうからだね。そんなの偶然だよ。お前が隠そうとしたのは DVD だけじゃない。この集合写真もそうだったはずだ。
ちさっきみんなに配られた写真を見比べてる時に気がついたんだ。これらの集合写真に共通して見られるある不自然な点。何が不自然だってのさ。江島純子の顔だよ。彼女の顔だけはどの写真にも共通して写ってなかったんだ。一枚も写ってないなんて、女もどう考えても不自然すぎる。それにこの写真には戦場ムクロが写ってる。つまりこの時二人はまだ入れ替わってなかったんだ。だとするとここで顔を隠している江ノ島純子は間違いなく本物だったはず。だからこそお前は江ノ島純子の顔が写ってない写真を選んで渡す必要があったんだ。ここで江ノ島純子の顔が見えていたら僕たちにバレてしまうから。この集合写真に写っている江ノ島純子は僕たちの知っている江ノ島純子じゃないってことが。ななどすべて内部君の言った通りのはず。江ノ島純子と戦場ムクロは私たちと会う前から入れ替わっていたのに。そして入れ替わった戦場ムクロを殺すことで自分が死んだと見せかけた本物の江ノ島純子は今も生きている。その彼女こそ殺し合い学園生活の首謀者、超高校級の絶望と呼ばれる黒幕の正体なんだ。これで黒幕の正体とその犯行は明らかになったわ。いや、待ちなさいって。反論なんか無駄だぞ。もうどこにもお前が反論する余地なんて残されてないんだ。最後僕がそれを証明してみせる。
事件の全貌だよ。この学園に来た直後、僕たちが会った超高校級のギャル江ノ島純子は本物の江ノ島純子じゃなかったんだ。あの時僕たちの目の前にいたのは江ノ島純子と入れ替わった16人目の高校生、戦場ムクロだったんだよ。だけどその彼女もすぐにモノクマ、つまり黒幕に殺されてしまったんだ。江ノ島純子としてね。そしてその死体は死体暗示所になっている生物室でしばらく保管された後、黒幕によって再利用されることになったんだ。黒幕は彼女の死体を生物室から引っ張り出し、ビニールシートと一緒に植物庭園に運んだ。戦場ムクロ殺しをでっち上げ、邪魔なキリギリさんをその犯人に仕立て上げるためにね。その際、戦場ムクロがまだ生きて学園の中に潜んでいると思わせるために、黒幕は覆面をかぶった上で僕を襲ったんだ。そして黒幕は僕に覆面を印象付けた後、部屋から出て行き、その覆面を戦場ムクロの死体にかぶせたんだ。僕を襲った覆面と戦場ムクロが同一人物であると見せかけ、彼女はたった今死んだと思い込ませるためにね。そして最後に黒幕は死体に爆弾を仕掛けることで証拠を隠滅したんだ。その死体の人物、つまり戦場ムクロが僕たちが最初に会った江ノ島純子と同一人物だという事実を隠すためにだ。これが戦場ムクロ殺しの真実だ。そしてそれを仕組んでいたのがモノクマを操っている黒幕。本物の江ノ島純子なんだ。どうだ、これが今回の事件の全貌だ。どうした、お得意の壊れた振りか。逃げようったってそうはいかないよ。ほらほら、そろそろ正体を表せって。絶滅危惧種じゃあるまいし、いつまで隠れてる気。諦めなさい、江ノ島純子、もう終わりよ。終わり、うぷぷ、クライマックスで終了、そんな風に思っちゃった。いたわ。私様は待っていたのよ、あなたたちのような人間が現れることをね。私様の配下になるなら世界の半分をあなたたちに差し上げましょう。すでに不動産権利書も用意してるわよ。地位と名誉と私様の手料理もつけてあげるわ。どうする、私様の配下になる。ああ、本気で答えちゃった。
ごめんごめん、今のはジョークなんだよ。なんだか久しぶりの人前だからさ、どういうキャラだったか自分でも忘れちゃって。それにしてもやっと解放されたよ。毎日毎日来る日も来る日もモノクマを演じ続けるなんて絶望的に飽きっぽい私にとっては苦行を通り越して自殺行為だからさ。そんなことより、あんたの顔って。ん？私の顔がどうかした？チワワ百頭分とも称されるこの愛くるしい顔がどうかしたのかい？なんか見覚えがあるよ。初めて見る顔じゃないかも。これだ。そうだ、この学園に来る前に見た雑誌の表紙で、僕はその顔を見てるんだ。へえ、なかなか優秀な記憶力じゃん。ここまで生き残っただけあるみたいだね。やっぱりそうだったんだな。だとしたら最初の玄関ホールで僕が聞いた言葉って、時には自分に嘘をつくことも必要、そういう前向きさもあると思うんだよね。そもそも別人だから見た目の印象が違うのは当然、そういうことか。私は私、ムクロはムクロ。いくら持ったところで彼女が超高校級のギャルになるのは不可能なんだ。肉体と意識の壁が存在する限り、人と人とは決して一つにはなれないんだよ。たとえ双子だとしてもね。双子？よくある設定なんだよ。だから今更言うのも恥ずかしいんだけどさ、つまり私とムクロは双子の関係にあるんだ。体力自慢の姉という設定が戦場ムクロ、可愛くて天才でしかも妹という設定が私。俺ら姉妹揃って超高校級の絶望の絶望シスターズでした。なんか急にキャラ変わってねえか。言っただろ、絶望的に飽きっぽいんだ。だから自分のキャラにすら飽きちまうんだよ。でも双子の姉妹なのになんで名字が違うの？またその質問かよ。よく聞かれるんだよな。そっちは初めてでもこっちは絶望的に飽きてんだよ。何度も何度も同じ質問に答えさせられてよ。つうかよくある話だから勝手に想像しろ。それが正解でいいぜ。でも双子の姉妹ってことは、あんたはお姉さんを殺したの？それには海より深い事情があるんだ。嘘だよ、ねえよ。仕方がないですね。私から説明しましょう。今回の計画において、殺し合い学園生活を裏でコントロールする役目は必須でした。モノクマの操作やあなた方の見張り、いわゆる黒幕の役目ですね。ですが私の計算上、戦場ムクロではその責務を果たすのは不可能でした。なぜなら彼女は残念なお姉ちゃんだからです。一人で傭兵団に入ったりするような残念すぎるお姉ちゃんだからです。なので私がコントロール役に回り、彼女は表の学園生活に残ってもらうことにしました。二人ともが裏に回るという選択肢もありましたが、彼女がいたところで私の助けにはなりませんし、
それに15人の参加者だとキリもいいですからね。だけどそこで問題となったのは、戦場ムクロの超高校級の軍人という肩書き、いわゆる 3Z ですね。絶望的に臭い、絶望的に汚い、絶望的に気持ち悪い、社会のニーズから大きく外れていることはわざわざ計算しなくてもわかります。一方、私の超高校級のギャルには花もあり、捨てるにはもったいない。だから入れ替わった。ですが、計算以上に私に似ていませんでしたね。それはもう絶望的なほどに。あれではただの雑魚キャラ、もしくはエキストラ A。その残念なビジュアルも相まって、彼女がすぐに殺されると予想した人も多いはずです。だから殺しました。ご期待に添えたくて。まさか、それだけの理由で。もちろんそれだけではありません。飽きてしまったという明確な理由もあります。私ってね、計画通りに物事を進めたことが今まで一度もないんだ。計画しただけで先が見えちゃって、それで飽きちゃうっていうか。だから予定変更してムクロちゃんには見せしめ役になってもらうことにしたの。つまり戦場ムクロの死はあなたが一方的に仕組んだ裏切り行為。そうだと思ったわ。戦場ムクロが殺された時、彼女は明らかに予想外だと思っていたはずだもの。やっぱバレちゃった。そうだよね、ムクロちゃんにあんな迫真の演技ができるわけないもんね。でもさ、そのおかげでいい感じの見せしめっぷりになったと思わない？どうして平気なんだよ。自分のお姉さんを犠牲にしておいてどうして平気でいられるんだよ。私がムクロちゃんを犠牲にした？だから怒ってんの？やったー、勘違いって怖い。私たちは超高校級の絶望なんだよ。だから生きることに希望なんて感じてないっていうか、むしろ生まれた瞬間に世界に絶望してるの。間違った、生まれてこなきゃよかったって。私が生まれた時に流した涙もそんな絶望の涙だったんだよ。だからね、私たちにとっては死ぬとか殺すとか大した問題じゃないの。私たちはそういう人間なの。だからこそ何でもできるんだよ。常に絶望してるからこそ命を惜しまぬ全力投球ってわけさ。何とも思ってないってこと？自分のお姉さんを殺しておいて。そんなわけないじゃないですか。双子の姉妹なんですよ。悲しくないわけないじゃないですか。だからこそそそるんですけどね。大好きなお姉ちゃんを自分の手で殺すなんて絶望的ですよね。超をつけたくなるほどの超絶望的ですよね。超超超超絶望的。まだもっとですね。超超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 超絶望的すぎて。何言ってんだ？ムクロ姉さんも死ぬ瞬間は絶望してたと思うんです。だって実の妹に殺されて、しかもただの見せしめとしてですよ。きっと絶望しながら死んだんだと思います。だから羨ましいんです。超羨ましいんです。ただものではないと思っていたが、やはり変態だったか。自分自身の絶望すら取り込む究極の絶望的、最低に厄介な変態に。ジェノサイダーも行かれてっけど、
それとは違った行かれ方だべ。弱者を殺すことしか脳がない殺人鬼さんと一緒にしてほしくないって言いますか。私って絶望的に容姿端麗で、絶望的に頭脳明晰で、絶望的に身体能力抜群な、絶望的に完璧超人設定なんですよ。いや、その程度では完璧とは程遠いな。そうよ、ジョケン様の方が完璧よ。そこに大きな血統もプラスされるんだから。でも、それって以前が大きな血統ですよね。なんだと？どういう意味だ？うっぷ、まだ気づいてないの？お前らって本当にニブチンだね。そのくせキャンキャン騒いじゃってさ、まだ解けてない謎もあるっていうのにね。それって私たちの記憶のこと？謎は全て解けた。犯人は僕だ。だからどうしたっていうの？勝ち誇るのはお前らの記憶の秘密を解いてからにしてもらえる？もちろんそのつもりだ。僕たちが全て解き明かしてみせる。そしてお前に勝ってみせる。うっぷ、楽しみだね。よし、じゃあ単刀直入に聞くべ。俺たちのどんな記憶を奪ったんだ？集合写真の撮影や面談の記憶ということは、わかった！汚ねえぞ。ヒントくらい教えろって。お前らって脳がスポンジなんだね。ヒントならさっき言ったじゃん。お前らから奪った記憶はあることと関係してるってさ。奪われた記憶と関係してるのって、僕たちに殺し合いをさせる動機のことだよな。